2019明治安田生命 J3 リーグ第13節 YSCC 横浜と AC 長野パルセイロの一戦のハイライトです。開始1分の YSCC 横浜、先制点浅川が決めました。奥田が運んでトラップで松原の前を取った浅川、今シーズンリーグ戦7点目となりました。追いかけることになった長野、9分、大島折り返し、松原、三上粘って最後松原の右足、シュートはゴールキーパー超天使の正面でした。21分の YSCC 横浜です。吉田のインターセプトからショートカウンター、浅川の折り返し、奥田のシュートは一旦ブロックしましたが、こぼれ球に再び吉田。遠藤のパスがちょっとうまくいかなかったところを逃さず取った YSCC 横浜、最後は吉田のフィニッシュでした。2対0 YSCC 横浜2点リードで後半に入ります。69分、大城のボールファーで受けた三上のシュート。長野は後半、選手交代をやってシステムを 4-4-2 に変えて、なんとか打開を図ろうとしていました。74分、大城、内田とつないで最後再び三上。シュートは枠を捉えられませんでした。その後津田の惜しい飛び出しとかもありましたけれども、90分、浅川のスルーパス、奥田の抜け出しで、これがハンドを取られました。遠藤の守備でしたけれども、これが手に当たったということでハンドで PK、 キッカーはドダテ、冷静に逆をつきました。これで3対0、ホームの YSCC 横浜が AC 長野パルセイロに3対0で快勝です。